はい、皆さんこんにちは。暑いですね。もうね、夏のようですね。はい、今日はまたここですね、エアクリーナーボックスの後ろ、エアクリーナーダクトの前にサードのパイプを追加してあるんですけども、前回ですね、長さを切って短くしました。まあ理由はここですね。まあ、L 字に曲がっていて、まあ、負荷がかかってしまうんで、まあ、加工したんですけども、やっぱね、ダメですね。まだ曲がってるんで、今回ね、ここにあるものに変えます。私が買ったものですけども、これ現行のデミオかなに、まあ、つけるサクションパイプのようです。これパイプが 60% なんですよ。で、エクストレールのターボのところですね、そこも 60% なので、まあ、これちょうど使えると思ってこれ買ってみました。これアルミです。内容物はパイプ、アルミのパイプとシリコンのホース、ストレートが1つと L が1つで、バンドが2つ入ってますけども、使うのはこっちです。なので L は使いません。まずこっち側、用意します。これを入れて最初にで、バンドをつけて、ここは見えた方がいいかな、こうかな、締める方向はこっちかな。これをまず締めておいて、あ、これバンドを締めたり緩めたりするための工具です。これを締めておいて、これ OK ですね。なのでどうしようかな、ダクトまず外します。ダクト外しますけども、これは撤去するんで元に戻します。ここに一応先取って、ちょっと手がかぶってたらすいません。これを外して、こっち外して、よし、これを外して、これはもう使いません。あと後ろですね。ちょっとね、4インチアップしてるんでね、手がね届かないんですよ。だいぶ高くてやりづらい。緩めて、よし、外して、ブローバイホースを外して、 OK。 ここからです。純正のダクトにここにつけます。こうやってこうやってつければここですね。もともとここが追加、見えてるかな、ここに追加していて、こっちがターボのとこについてたんで、まあ、こうなったんですよね。これ見えるかな、こういう風になったんですよ。なのでこっち側元に戻して、後ろを追加すれば、まあ、真っすぐになるのかなと思って、これちょっとまずつけます。ちょっとやってみようかな。ではつけます。こっちから行こうかな。バンド入れて、ちなみにこの工具ですけども、ちょっと見せようかな。ここ見えるかな、これですね。ですね、結構特殊な工具なんですけども、バンド六角ですね。これ8なんですけども、六角とマイナスがこれついてるんですよ。六角とマイナスなので、マイナスでまず締めて、あと本締めでこう固く締めることができます。これどこかな、どっかで買ったんですけどね、昔ちょっと忘れてしまいました。サイズも結構あります。これかなり便利です。よし、つけようかな。では、後ろからはめて前をはめようかな。こうやってマイナスをまず先に締めて、固くなったらこっち締めると、便利なんですよ、かなり。はい、あと後ろ、よし、よし、 OK かな。これでクローバイのホース届くかな、これ。あ、届きますね。よし、できた。はい、サードの、パイプを外して、ここを元に戻して後ろに追加しました。見えますかね、まっすぐにねなってるんで、ここはもう折れ曲がってません。これでいいと思うんですけども、気になるのは
と長くなった分、このエアフロメーターからの信号ですね、空気の量を感知して燃料吹いてるんで、ちょっと抵抗になって噴射量が変わってしまうかもしれませんね。まあ、走ってみないとわからないんで、またちょっと走ってからなんか誤差があるかどうか見ます。というわけで今回はここまでします。また改善が必要ならやってきますんで、はい、それではさよなら。またダメでした。ですね、走ってみたんですよ、あれからすぐ。そうしたらですね、低速のねトルクがね全くないと。まあ、高速になってもトルクがないんで走りづらくてしょうがないんですよ。なのでせっかくつけたんですけども外します。もちろんこれも使えません。ということでちょっとね用意しました。このねエアクリーナーボックスをちょっとねずらすことにしました。なので、L ではないな、こういうブラケットとボルトが2つ、ナットが2つ、ワッシャー2つ、あとこれクランプですね。これはアンプを私つけてるんですけども、これ束ねるたびにこれ使います。どうしようかな、外します。サクッと僕外して、これもう使いません、こっちも使いません。もう置いて、まずちょっとここら辺外します。ちょっと暗くて申し訳ないですけども、ここからです。ランプ外して、これアンプの線です。ここからダクトを打ち上げて横にずらす。下にダクトの下に足が2本出てて止まってるんですけども、まあ浮かせればずれるんで1箇所だけはまってます。ここからですね、よしまとめていこうかな。ブラケットを入れてダクトの取り付けの下に来ます。なのでワッシャーとナットを入れておいて、こっち側にアンプの線も束ねるんでこれを一緒に入れます。長いボルト、ワッシャーでクランプ、こうかな、この上にナット、仮止めにしておいて、こっちですね、こっちも束ねるんでワークライトの線を一緒にこう束ねようかな。これで入るかな。はい、これで全体を締めて、そしてここにあるアンプの線をここに入れます。2つ入るんで、これでアンプの線止まりました。でこっち、ここを止めて、これであとはダクトでつければ完了ですね。最初からこういう方法やってみればよかったんですけど、はい、下のダクトはもう止めてあります。なのでここだけですね、これも届きますね、普通にこのまま入れて、よし、はい、終わりました。うまくいった。ちょっと見てみようかね。まっすぐ何事もなかったように収まりました。フローバイコースを戻してこっち、こういう風になってますけども、追加したブラケット、これですね、ダクトは斜めになってますけども問題はないんですよ。できました。まあ、ここにヒューズボックス入ってるんで、本来ここにダクトがずっとあるんですけども、私はつけれないんで外してあります。よし、 OK かな。これでやっと問題解決しましたね。はい、というわけで今回ここまでです。それではさよなら、また会おう。